じゃあ3色目いきます。はい。お、ピンク。はい、こんにちは。マーチャンネル前原です。はい、今日はですね、三色マーカーチャレンジ、我々もやっていきたいなと思います。三色マーカーチャレンジって何かっていうと、この色とりどりのね、マーカーの中から見ないで三色取って、その中で塗り絵をする、塗り絵を楽しむっていう遊びだね。そうだね。はい、で今回我々が塗るのはこちらでございます。はい。レイシン君はマリオ。僕は孫悟空、身勝手の極意、極みを描きました。これ二つともね、パパが描いてる。おー。それどうだろう、悟空はまあまあよく描けたかなと思ったけど、マリオがね、ちょっと失敗しちゃった。鼻がなんか潰れちゃってる。そうだね。あと目がちょっと変化。目ちょっと変化。うん、まあ、許してください。ごめんなさい。大丈夫です。はい、じゃあこの中に36色のマーカー入ってますんで、これで選びましょう。はい、じゃあ、エイシン君、まず1色目は、これ。青。青。青。あ、合ってるじゃん、マリオに。青、いい感じ。はい、じゃあ私は、肌色。肌色。あ、これもいいかも。うん、続いて、2色目赤。おー、マジで。じゃあパパの2色目は黒。黒。じゃあ3色目いきます。はい。お、ピンク。そこちょっと変わっちゃったね。この2色いいよ。で、もう1色は黄色。黄色。はい、ということで実際やっていきましょう。ちょっとこの辺があの反射して映っちゃってるかもしれないけど、ごめんなさいね。はい、じゃあやっていこうか。頑張るぞ、うん、結構時間かかるかもしれないけどね、うん、まずはパパやっぱ肌色から塗っていこうかな、うん、僕は赤かな。これどれぐらい、あー、いい肌色、いい肌色、おお、いい赤。まあ周りは丁寧に塗らなきゃ。何か、そう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 、周りから塗っていくとやりやすいから、あとでね、そうそうそう、まあ、ちょっとね、映っちゃってもしょうがないけど、うん、あの、はみ出さないよね。これまたあの、あれだから、カードで、どっちの絵が上手かったかって募集するつもりだから。うん。うん。上手い絵じゃないけど、塗り絵がね、良、うん、かった。パパさ、うん、昔子供の頃ね、うん、あの、漫画家になりたい時もあったのよ。だから、昔から漫画描くの好きなんだけどさ、うん、特にドラゴンボールはしょっちゅう描いてたからさ。あ、だからそんな上手いんだね。上手いかわかんないけどさ。だからほぼ何も見ずに描いてるもんね、パパ。慣れてんだよね、パパ。マリオは慣れてないのに、なんかね、iPhone で画像見ながらやってる。マリオね、マリオ失敗しちゃったよ、うん、ちょっとね。まあでも大丈夫でしょ、こんな。そう、いい絵が出たし、うん、あ、いい色が出たし。そうね、それはエイちゃんの運が良かったね、うん、そしたら黒に入るか。黒、黒でもあれだよな。あ、すげえ黒だ。わ、参ったな。すげえ黒だ。普通に黒だった。え、本当だ、超黒だ。うわー、これはピンチ。さすがにこの青は濃すぎか。マリオの目のそ、あ、でもこれいいのかな。ん、濃いな。濃いね、やっぱ。やっぱ濃いな。そういえば、エイシン君、今日から4年生になりましたね。おめでとう。ありがとう。先生も変わらなくてよかったね。うん、そこ一番心配してたもんね。うん、相当心配してたよ。先生変わっちゃったらどうしようってね。うん、あの、学級、なんだ、クラスのみんな一緒なんだもんね。うん、それは前から分かってたことだけど、先生か同じ、先生が同じかどうか、最後の最後まで分かんなかったからね。うん、今日が来るまで分かんなかったからね。うん、よかったね。うん、まあ、何にしてもなかなかね、先生が変わるってのは大変なことだから、うん、あ、これ大丈夫だったかな。ん、間違えたかな、これ。いいんじゃない、しょうがないじゃん、だって色数少ないんだもん。うん、間違いとかないからじゃん。もうこれ3色マーカーチャレンジやってる時点でもう間違いなんだから、基本的に色は。色はね、うん、ちょっと赤は、あ、そうか、赤はまだここら辺があるのか。こんな感じかな。こんな感じが、お、やっぱ黒は黒だね、とことん。そう、しょうがないよね。だって黒なんだもん。うん、
でもマリやっぱ青がここまで濃いとはね、ここまで濃いとやっぱ目が、ね、よしこんな感じかな。うん、はい、ということで完成しました。はい、こんな感じですね。うん、僕のマリオはこんな感じです。ちゃんと赤と青がね出たのが良かったよ。そうだよね、もうこれでも完全にマリオだったもんね、ほぼね。うん、であとちょっとピンクの色が肌にできたから良かったなと。そうだね、あとちょっと目が濃い感じになっちゃった、目がね、青が目が濃い、青濃い、ちょっと濃い。あとマークもさ、本当は白じゃなかったっけ。本当は白ちょっと暗いの、なんかちょっと全体的に暗いマリオになっちゃったよ。はい、こんな感じでございました。はい、はい、続いてパパですね。孫悟空の身勝手の極意、本当は極みにしたかったんだけど兆しになっちゃったかな。そうだね、やっぱね黒が出ちゃったもんで髪の毛黒にするしかなかったですね。そうだね、あとはなんかこの服が本当は黄色にしようと思ったんだけどオーラを黄色にしちゃったもんで服黄色にできませんでした。これやっちゃったね。もうしょうがないから、もうなんかストライプ模様にしました。ちゃんとね影とかもやってね、あとはなんか目が黄色だし髪の毛もところどころ黄色いんでなんとなく鬼っぽくもあるんだけど。はい、ということで今回ですね3色マーカーチャレンジやってみました。なかなか楽しかったね。そうだね、うん、このね元絵を描く時点でパパも結構楽しかったから、ぜひもし好評であればまたやりたいなと思います。はい、今回のこの3色マーカーチャレンジの2つの塗り絵、1名の方にプレゼントしません。はい、誰もいらないもんね。うん、はいはい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それと今回のおすすめ動画この辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。